実際にやってみた。やばい、白は彼を倒した。しかし光ある限り闇もまたある。さあ、収録日がですね、1日空きました。さあ、次なる大魔王の挑戦です。魔界で、もしや私が魔界で力を蓄え続けていたのはこのためだったのかもしれぬ。魔界の王登場、見る。なんだっけな、まあデモンキングためにちょっとなんか知名度の低い大魔王だってことは覚えてる。さあ、魔界でね、力を蓄え続けていた、ミルドラース。来ましたね。このためだったかもしれないですよ。このね、今んとこ誰も勝ててないし、HP も全然削れてない。HP なんだったらゼロダメージのやつにいるからね。ここでね、もしかしたら名誉挽回あるやもしれません、ミルドラース。ね、モンスターズではそこそこ強いんだから。さあ、洗礼、私の洗礼を受けてみよう。はい。でもやっぱりこの回避率はもう相変わらずかよ。つか11メートルはそうじゃねえだろ、これ。まあ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 、大丈夫だ。私に任せなさい。やるで、なかなかやるようだな。すが、他の大魔王が苦戦したときある。では、これならどうかな。魔風弾、いけ、焼却処分じゃー。はーい。なんかテンポいいなー。まあ、合体モンスターとかだとさ、1P プレイヤーとさ、33とか62とかなんないからね。だからテンポがいいんだろうな、試合の進む。やられるテンポもすげえけどな。まあ、やられるテンポが早いんやけど。頑張れ、力蓄えとったやろ。だからもう神を、そう。うおぉ、私は神なる力を超えた。しかし不幸なことだ。あまりにお前が強すぎる。不幸すぎる。しかし不幸なことだ。お前がいくらなんでも強すぎないか。一発も攻撃当てられてねえ、こいつ。さあ、いてはん確定ターンです。どっちを選んでもいてはんです、ここは。いやいや、何してんの、どうすりゃええの。魔界で力蓄えとって。むしろ養分にされてる。で、むしろこれ養分にされてないか、なんか。クラチナキングなんで敵の部分こんな強いかって、多分養分にされたやろ、むしろ。うわーって。不幸なことだ。全くもって私は不幸だ。当たる気がせん。しかもなんだったらミルドラーズって、一番まあ大魔王の中で、白目大魔王の中ではかなり弱い部類っすよ、こいつ。そんなのが。で、魔力溜まる速度も遅いし、もう多分ね、何やっても無理な気がしますよ、こいつ。こいつに至っておりますね。もう諦めるだろ、そら。さあ、まだミルダース、こっからまだ、なんか命繋げんのかな。しかし、不幸も生地強いのかに、私の本気というものを見せる時がやってきたようだな。まだだ。ここから騎士、おと相手の攻撃。我は魔界道、その魔界道が滅ぼされることにつけちゃう。まあ原作ではちょっとネタにされてきたやつですね、次は。でもね、あれは言っちゃダメなんですよ。原作ではね、相手が悪かったんですよ。相手が裏ボスなんでね、ちょっとね、集大さらしてしまいましたけども、まあ相手がプラチナキングとあるもの、この形態で私は十分だと思います。最終形態出すまでもない。相手がプラチナキングだ、全部私をバカにしてくれるじゃないか。さあ、力が821のデスタモアの登場ですね。力が821っていうのは、すなわち与えるダメージもかなり期待できるんじゃないかな、今までの大魔王の中で。あと、まあ攻撃与えばね、回避率 75% を吸い抜けて攻撃を当てれればの話な。まあまあまあ、でもプラチナ勝ったので火ダメもいいんじゃないの、いけんじゃないか、割と。割となんか。さあ、地獄の竜巻、これもある意味魔風弾、ほら行くぜ。あー、力821やし、今までの大魔王とはどんぐらい違うんだ。でも、シドロが強いイメージあんだよな、正直。わ、力が高い。うわー、やるようだな、なかなか。お前こいがよくわかった。私の玄魔、行くぜ、玄魔剣、行くぜ。あははははは。いやー、ちょっと待って。もうこれ、スカラとかバイキルトとかさ、自分に一回かけた方が、いや、バイキルトはこの世界見れば。スカラかけてもいいんじゃねえから、もう、行き過ぎじゃねえぞ。原作だったらこれひどいぞ。原作、もう、大魔王たちがプラチナキングに蹂躙されるのなかなかないよ。このゲームだけだよ。
このゲームだけだよ、原作でこんなことなんの。痛い。うん、よくもやってくれたな、かー。いけ、ヘルホーン。お、うおー。よくもこの私をコケにしてくれたもんだな。一発でやっちゃう。くそ。もうこれはデスタムはもう逆上もんですよ。いや、これデスタムはもう逆上するしかないでしょ。怒るだろ、そら。どうなってんだ、これはって。で、これさ、ドリアム以上にさ、ひどいもの見てる気がする。だってドリアム攻撃を受けるじゃん、ちゃんと。攻撃はちゃんとドリアム受けるじゃん。まあ、受け流してるけど、原作だとね。これ、攻撃当たってないもん。受け流せてもない。あ、イテハ確定でーす。イテハ！まあ、しゃあない、しゃあない。ちょっと、まだ、だって、ドリアムよりこれひどいんじゃねえかな。なんだったら。あっという間に地位逆転されてるしな。いけ！ヘルホーン！オラ行くぜ！ちょっとあまりにも、誰一人として攻撃を当てていないような気がするんですけど、気のせいですかね。ゴールク組、天空組、情けないなぁ。いや、デスピサラは頑張ってるか。待って、キングマスターやばい。弱点取られてるって。やばいって。この私を呼吸にしちゃう。私はドリアムだけでなく、このメタルフィスが勝てないというのか。もう分かったと思います。多分ね、削り切りはもう絶対に不可能。今までのやつらはね、削り切ろうとしてたからね。正直もうあれはね、うん、おほほ、見ていて滑稽だわ。私に任せなさい。さあ、何をするのかって言ってますと、こいつはね、一味違いますよ。他の大魔王とは。一味も二味も違う戦い方をこいつらお見せできるんじゃないかと思います。いけ、俺方ミイラ。さあ、まあ、ね、今まで、まあ、前回のおさらいをしますとですね、回避率 75%、すべての攻撃 95% カット、敵が自分の時より威力が高いという特殊補正を持ってるんですけど、これだね。いや、早すぎだけど、あー、36! これですよ。今まあ、今回はちょっと早すぎたんで、できなかったですけど、オルゴデミーラの何が辛いって、敵にして辛いとこって身も凍ろうたけびなんですよ。まあ、本来なら、精神的行動不能とかを狙える強力な特技攻撃なんですけど、HP の回復効果がつくんですよね。どういうことかっていうと、まあ、削り切ろうとしてる奴らはアホだと考えていらっしゃる。痛い。1000超えてんのか。で、これはもうしゃないっす。さあ、賢さね、カード表記とね、実際の数値が違う。賢さ163のマヘドンでしょうな。うん、それは仕方ないよ。異定派確定です、ここは。そう。身も凍ろうたけびを絡みつつ、耐久して勇気貯めれないかな。んまあ、今更ですけど、今までの大魔王ってアホですよ、みんな。削り切ろうとしてますもん。だから、持ち前の火力で削り切ろうとしてるのが間違いであって、身も凍ろうたけびとかで耐久して、オルゴデミーラは戦っていくというね。ちょっと、今までとは違うね。うん。世界征服一歩手前まで持ち込んだやつとは違うわ、やっぱ。うん。もう世界服征服まであと一歩だったからね。だから、そのね、威厳を今放っております。私に任せなさい。今まであなたたちはバカねって感じになってるもん。しかもちゃんと攻撃当てたしね。身も心をたけび。まあ、さあ、行け今日、行くぞ叩きつけるせいやこの身も心をたけびの回復量が250弱ですね。その250弱がどう効いてくるか。魔力を溜め切れば、確かにプラチナキングはもう耐えられ、もう超える一撃を放てるからね。さあ、身も心をたけび確定弾、確定弾じゃないか。一応いけます。ちょうどいいぜ！あー、くそ！さあ、ミムコールの時ようやく来たね。これだ、これ。これで回復しよう。行くぜ！ほい !35! 当たったね。ワンチャン本当にありそうなんだけど。オルゴいけんじゃねえかな。次で多分もう、ミムコールだけ、そう。こいつね、ミムコールだけがね、割と選択肢に、技の選択肢にあるんで、それを連打すれば、もしかしたらあるぞ、こいつ。ミムコールだけ。もちろん攻撃技もね、状態異常も多くて、死んだと特に強いんだよな、こいつ。死んでよく泣かされたわ、こいつには。ここをターン確定対するとはでかいね、通行来たとしても。オッケー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 、いいよ。まだまだまだ戦える。まだまだ戦えるよ。でも次のターン、これ、このターンで勇気ためんの無理だよね。でも次のターンまで耐えないといけないのか。それなんか、5ターン目で死ぬのは大体どこのマウントも見てんだよな。さあ、すべてを滅する天使じゃほーいけー強いぞ、これ技当たればねさあ、身も凍る焚き火で、ワンチャンあるんじゃないか、ほんとに。さあ、それそれそれじゃん、そんな町内会の嘘みたいになっちゃったじゃん。ワンチャンあるかも。
この5ターン目耐えれば勇気が溜まって撃てるかもよ、とどめの刺激。ある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 。え、一番今までの中ではありそうだな。回復量がね、あるし。あ、待って、キングバスターやばいな。え、ちょっと待って、やばい。手コリコリしてもらっちゃう。あ、やばい、頑張れ。え、どうすんの。ほら行くぜ。晩酌尽きたよね。第3形態をお見せ、第2形態をお見せしましょう。第2形態じゃない、第3形態だよ、次は。あー、頑張れ、避けろ避けろ、頑張れ。第2形態をお見せしましょう。さあ、今度はですね、原作の弱さ、原作ではね、正直ね、もうスキルポイントのせいでね、多分救済措置かなっていうぐらい弱いレベルだった、弱かったデブの登場です。多分ね、こいつからすると死んじゃない。なんだ今までの魔王は。そろそろ金ないというのか。情けない。私が教えてやろう。まあ仕方ない。私が出るか。もう8体目？もう8体目？もうこの強力なプラチナキングを止める大魔王は果たして現れるかどうかわかりません。一番オルゴが惜しかった説もあるぞ。ここさあ、原作の噂を払拭しに来たデブ。一つ欠点があるのは、ラプ様って、呪文が多いんですよ。どっちかっていうと呪文が強力っていうタイプなんで、まあまずそのゾーマと一緒で噛み合ってないというか、まあ一応隕石ボラーク。もう大魔王さ、ことごとく今日全員情けないのよ。昨日と昨日だけで。おい、格好ええねんけどな、わざわ。さあ、オルゴより前線できるかどうかわかんない。でもサイコキャノンとか、さあ念動力、サイコキャノン、キューン。イテハ確定ターンですね。イテハ確定。こいつってやっぱ呪文を選びたいんだよな。賢さ400もある。高い賢さから、しかも高威力の呪文を打てるんだよね。原作ではだから、原作で良かったけど、バトルドでは技力は本当に強い。白目でも本当に苦戦したなっていうボスの一人ですね。なんですけども、呪文が痛い！呪文が通らないっていうのがちょっときつすぎて。で、こいつね、よりにもよって、23?次の大事な2、3ターンがお遊び入るんですよ。イテハとかの。だからもうきつい。一番多分きついんじゃないかな。いや、俺は最後ゲロ挟ん 50! なるほどね。なるほどね。攻撃を当てたことによりね、今までミルなんとかとかね、デスタムーアよりはマシだということを見せつけていくスタイルなんですね。よくわかりました。わかるかあんなもん。なんでこんなことになっとんねん、おい。揃いも揃って。やめて。やばい。さあ、まだ、ここ、遊びます。暗黒の魂なんて何をしとんねや。避けられとるし。まあ、きついね、こいつ。え、待って、しかもさ、次のターンもこれ、いては挟むんでしょ。ラプサはね、きついな。隕石ー、ほら、行くぜ。もうきつい。もうきついな。技のパターンがさ、普通だったらまあそこそこ強いんだけど、呪文攻撃は通らないから呪文を避けるしかないんですよ。まあこのターン耐えるね。まだなんか未来ありそうだな。このターン耐えるなら。このターン耐えるならまだ未来あるかな。私はモンスターバトルロードで強いと、お！おや？見事に避けた。なんかやろうとしてるぞ。空の彼方から隕石発射 !73! ワンチャンあるから。今のもしかしてこいつ意地見せようとしてる。まあこれはしゃあないんですよ。どうしてもない。これしかなかったんですよ。もう片方の行動ももう片方の行動なんで。ワンチャンある、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 ワンチャンあるぞ。今諦めてない。ラプ様は諦めてない。ふん、余興というやつだよって感じだよ。今までのは余興というやつだ。ここから私の本気を見せる。ここから私の本番を見せてやろうみたいな感じなんでしょ。あ、いや、まだ頑張れ。モンバトで強いと言われたラブソンや、こっちは。いけ、避けろ。モンスターズで強かったんや。いける。あー、ゴミかせー。しまあ、すごい健闘したように見えたんだけどね。うん。なんか、オルゴ並みに惜しい。